第五大ゴードン公爵第五大ゴードン公爵、ジョージ・ダンカン・ゴードンは、イギリス・スコットランドの政治家、陸軍軍人、貴族。爵位を継承する1827年までは、ハントリー公爵の儀礼称号を使用した。1770年2月2日、第四大ゴードン公爵アレグザンダー・ゴードンと、妻ジェーンの長男として、エジンバラに生まれるケンブリッジ大学聖ジョンカレッジへ、 進学した。1791年にマスター・オブ・アーツの学位を取得した。陸軍に入隊し、第35不評連隊、第42王立ハイランド不評連隊、第3コノエ不評連隊などに所属する。1794には、第100不評連隊を設立した。フランス革命戦争では、ヨーク港フレデリック率いる大陸出生軍に従軍した。 1801年に、少々、1808年に中将に昇進。1809年のワルヘレン作戦には、第二代チャタム伯爵ジョン・ピット率いる遠征軍に、師団長として参加した。1806年から1807年にかけては、愛選局から選出されて、トーリー党所属の庶民議員となる。 1807年4月11日には未だ父が存命ながら繰り上げ直所によりハントリーのゴードン団爵位を継承し貴族院議員となった。政治家としては極めて保守的な人物だった。1819年に大将に昇進した。1827年6月17日に父が死去し第5代ゴードン公爵位を継承した。爵位継承後、 スコットランド国事証書に任命された。1830年には、数密顧問館に劣する。フリーメイソンのスコットランドグランドロッジ、グランドマスターも務めた。1836年5月28日に死去。彼は結婚しておらず、着室死がなかった。ゴードン公爵位を継承できる親族もなかったので、彼の死とともに、ゴードン公爵は消滅した。 一方、ハントリー公爵位は、親族のジョージ・ゴードンに継承された。財産は、姉シャーロットに継承され、結果、シャーロットの突入先のリッチモンド公爵レノックス家に相続された。これを機に、レノックス家は、ゴードン・レノックス家と改正している。そして1876年には、第6代リッチモンド公爵チャールズ・ゴードン・レノックスに、ゴードン公爵位が与えられている。 ありがとうございます。